じゃあ、海外の売れ行き、完売タイムチェックしていきたいと思います。今週はシュプリーム 24SS シーズンのウィーク18ですね。バンズの新作スニーカー、シドというモデルと、あと、レギュラーアイテムが発売予定となっております。海外ではもうすでに発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また、動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴ください。 はい。こちらはシプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、えー、海外の売れ行き早速チェックしていきたいと思います。まずはシプリームのヨーロッパの方から、えー、乾杯タイムから先にと、えー、バンズのシドのブルーが一番早いですね。56秒。あえー、もう1分近くですね。一番早いので。なので、そんなに早くないと。 えー、バスケットボールジャージのホワイト57秒で、ブラックがここでずらっと売れてて、71秒から88秒ぐらいまで、ブラックが一番早く完売になってますね。で、黄色、ビリアイリッシュ着用のカラーですけれども、83秒ぐらいから完売になってきていると。それから、メッシュパネル、リネンシャツ、ピンク。これも人気ですね。107秒。 それからバーンズのブラック、これ112秒とかってなっております。バスケットボールジャージは白は120秒ぐらいの余裕があったと。2分ぐらい余裕があったっていう感じですね。それからマチュピチュのラベンダー、これが人気のカラーになってるのかなと。180秒。それからマチュピチュのティールっていうブルケのカラーですね。 えー、その辺も入っているよ、というような感じになっておりました。今週はそんなに海外も早くなかったですね、完売タイム。えー、完売状況を見ていきたいと思います。えー、まずはリネンシャツは全部残ってると、そしてバスケットボールジャージは全からソールドアウトになっている。えー、それからマチュピッツも全部ソールドアウトですね。これ結構人気になりましたね。それからスモールボックスのオーバープリントスモールボックスティー。 これは残っておりますね、前から。そしてバスケットボールショーツ全部売り切れ。え、ナイロンペインターショーツ全部残っている。キャップ類は、え、まず、キャンプキャップこれは残っております。それから、シクラウンシックスパネルこれも残っていると。クラッシャーハットも残っていると。テトリスミニ、前からソルダード。あ、これタイム入ってたタイムは、あ、これ入ってますね。え、レッド。レッドが一番早くて201秒と。結構余裕ありますね。 日本でも人気のアイテムですけれども、結構余裕がありそう。数がそこそこあるってことなのかなえ、それからバンズはブラックがソールだと、あとの、え、レッドとブルーは残ってるという状況でした。え、そして US。US の方も見ていきたいと思います。え、まずはスターバスケットボールジャージイエローの XXL。ここ US は早いですね。12秒。え、ブラック。 え、それからホワイト、10秒台ぐらいで、XL とか XXL とかその端のサイズですけれども、10秒、20秒ぐらいで結構完売が出てきていると。えー、オーバープリント、スモールボックス、SS トップ、ブラック、それからグレー、この辺も30秒とか40秒ぐらいで売り切れになっております。えー、バスケットボールジャージが全体的に結構入って、はい いいるるけけど何色がっってててううう感感じじででもなさそうですね結構入と一番ゆっくりだったのが、バスケットボールジャージの中では一番ゆっくりだったのが、スモールサイズ、ブラック、イエロー、ホワイトともに230秒ぐらい残っていたと。まあ、これは、あれですかね、大きめに着たいっていう需要が結構多いので、スモールが最後まで残ってたって感じですかね。バンズの指導、ブラックが、 一番早くて214秒なんで、まあ、かなり余裕がありそうですね、やっぱりね。今週は。ブラック、レッド。この2カラーがタイム入っておりますけども、200秒以上タイム的にはかかってると。幹部状況を見ていきたいと思います。まずはリネンシャツ。ネイビーとピンクが売り切れになっております。バスケットボールジャージュは全カラーのソールドアウト。それからマチュピチュ。マチュピチュはナチュラルとラベンダー。 がソールドアウト。スモールボックスティーは残ってるバスケットボールショーツ。これは全からソールドアウトです。 えー、ナイロンショーツは全部残ってると。キャンプキャップ。ブルーとブラック。デニムカラーがやっぱり人気ですね。ブルーとブラックがソールドだと。シックスパネルはブラックのみ売り切れ。ブラック、えー、ブラックが売り人気になっていると。これはあの、バン、クラウンバンドっていう、これテーピングが特徴なんですけど、ブラック結構テーピングは同色なので分かりにくいですけど、人気になってますね。えー、クラッシャーハットが残って、 いるそれからアイスマシーン、IC マシーン、これはあれですね、US のみが発売になったんですね。US ではソールダウトになっております。それからテトリス、ね、前からソールダウト。US でテトリス入っててたかな入ってなさそうですね。なので、まあ US、US でもテトリスはゆっくり完売になっていったと、前からソールダウトになっておりますけれども、タイム的にはそんな早くなかったということなんで、数はそこそこありそうですね。そしてバンズはブラックが。 え、EU、US ともに人気になって売り切れになっていると。日本でも多分ブラックが一番人気になりそうですね。あと、テトリス。えー、それから、バスケットボールジャージのセットアップ。え、トップスとショーツ。えー、マチュピチュー。マチュピチューはどうなんでしょうね、日本は。そこまで高い人気は今のところにはなってないですけども。このホワイトとラベンダー。このカラーが、え、US では完売になっていると。あと、リネンシャツなんかも夏っぽい素材で、え、US でネイビー、ピンク。 が人気になっておりました。ということで、えー、海外の販売状況をチェックしてまいりました。えー、そして、後半は着画を見ていきたいと思います。こ、え、のー、週はバンズですね。バンズの新作スニーカーということで、バンズのシドというモデルが。 発売になりますけれども、非常にあのバンズの中では、えー、マイナーな部類のモデルになりますけれども、まあ、バンズといえばスケートハイとかオールドスクールとかその辺が最もポピュラーですけれども、このシドというモデルで、えー、今回は出してきました。このファック、えー、ファック M というシュプリムのお馴染みのフレーズですね。これを、えー、本来はこうバンズの V っていうマークが入ってるんですけども、えー、置き換えているというデザインになっております。これがブルーネイビーかな えー、ブルーか。えーカラーですね。スウェード、プレミアムスウェードなんで、今回のやつは。あ、前回、あの、このシド、えー、コラボしたことありましたけれども、ダルメシアンとか出た時に、その時のスウェードでしたね。元のモデルがスウェードなのかなえー、で、ヒールカウンターにはシュプリームのオールドイングリッシュで、えー、刺繍が入ってると。バンズのこのタグはここの後ろにつくんですね、このモデルは。 えそれからブラック。えブラックからが、海外でもやっぱり一番人気でした。まあ、使いやすい。何にでも合わせやすいっていうことなんでしょうけど。ブラックが一番人気になっていたとか。日本でもおそらくブラックが人気になるかなという感じですね。あとこちらがレッド。写真だとちょっとオレンジっぽく見えますね。えー、アイテム画像だと、出てるかな。えー、結構赤いんですけど。 この画像で見るとちょっとオレンジっぽい雰囲気で、まあスウェードなんで、ちょっとあの見る角度によって光のあれによって、えー、反射によって色が変わって見えるとかっていうのがあるかもしれませんね。他の画像を見ても若干オレンジ、あ、これなんかちょっと赤っぽいですけども。えー、ということで、バンズのシド、スリカラーで発売予定になっていると。まあブラックが多分日本でも同じく、海外と同じく人気になってきそうだと。 え、それからバスケットボールジャージのセットアップがリリースされます。こちらビリー・アイリッシュが、え、イエローカラーのジャージのトップスを着ていると。え、いうことで非常に話題になっておりましたけども、黄色はやっぱ注目カラーですね。あとはホワイトと、え、それからブラックも出ますけどブラックもやっぱり人気になりそうですね。バックはこの最高32という、 デザインになっていると。バックのデザインが多分プレビューだと出てなかったと思うんですけど、こちらの最高32ですね。星、スターバスケットボールジャージーっていうんで星もデザインされております。ブラックが、ブラックも結構人気になりそうですね。ブラックパープルのツートンカラーになっていると。それからショーツはビリー・アイリッシュはホワイトを着用しておりましたけれども、ホワイト、それから、あ、ブラック、 このショーツも結構人気になりそうだけど、今画像が出てないですね。えー、それから、ナイロペインターショーツ。この辺のアイテムも出てくるよと。これは5色ぐらいいろいろカラフルなカラーで、このように出てまいります。スプリームのオーバルのロゴが、この足元のところに入っていて、これがアクセントになってますね。赤いロゴで入っていると。ブラックはブラックですけども、他のカラーは全部赤で、オーバルのロゴが入っていると。 え、それからスモールボックスのオーバープリントの T シャツ。え、これはやっぱりブラックと、あとグレーカラーっていうのがあるんですが、こちらのロックブックで着用してる、この2色がやっぱ注目になるかなと。え、それからブルー。え、このあたりですかね。え、ということで、レギュラーアイテムは、こんなとこかな。あと、小物。え、US ではこのクラウンバンドのブラックがなんか人気になってましたね。 えー、まあ、バンド、クラウンバンドっていうぐらいなんで、ここのバンドが付いてるんですけど、ブラックの場合は全部ブラックで、なんだか、まああんまりこう、アイテム名とは一致しないような雰囲気のデザインですけども、ブラックが人気になっていたと。スモールボックスのブラックのシンプルなキャップということで人気になってんのかなクラウンバンドというよりは。えー、ということなんじゃないかなと思いました。はい。えー、それからテトリス。 テトリスが発売になると。まあ、これはもう、あの、日本で大人気だったアイテムですので、まあ、日本、海外でも、えぇ、全カラー、ソールドアウトになっておりますけども、日本でも、えー、えソールドアウトに結構人気になりそうだと。ただ、数はそこそこありそうですね。多分、あの、ブランドカラーのこのレッドカラーが、スプリムのブランドカラーになってますんで、レッド人気になりそうだのと、あと、ブルーとスケルトン、ホワイトのスケルトンカラーも出ると。 このようにシュプリームというロゴがタイトル画面で出てくるような仕様になっているという特別仕様です。国内は5500円という価格で発表となっていると。まあ、レッドがおそらく一番早く人気になりそうですけどね。あとまあ、スケルトンとかも結構いいですよね。ブルーも爽やかだし。それからアイスマシーンという、これ海外で、US のみで発売になっておりました。これあの、 シュプリムのプロモーションビデオが公式のインスタグラムとかで流れてるのかな非常になんか、あの、えー、面白い、えー、ビデオでしたね、これね、まあ。まだ見てない方はぜひ見てみるといいんじゃないかなと思いますけど。あ、これ箱に入ってるんですね。これは国内発売ありません。EU でも発売ありませんでした。えー、それから、ヤ幡タヤイソゴロのスパイスセット七味と一味と柚子七味かのセットがいよいよ国内発売になると。えー、海外ではもう 何週間か前に出てたんですけども、日本はずっと延期になっておりまして、いよいよ発売予定になっていると、このように特別な箱にも入って、特別仕様のデザインで発売になると。これはあの、スプリムのチェッカーフラッグの、これちょっとわかりにくいか。チェッカーフラッグ、あ、こちらですね。 チェッカーフラック模様になっていると。バックにはこれ、シュプリームのニューヨークの本店ですね。今、バウリストリートっていうところにありますけども、本店の絵が描かれていると。シュプリームニューヨークって書いてありますけども。そういう特別な仕様の缶の中に入っているという ワタたやソゴロろのスパイスセットもいよいよ発売予定。3本セットで6,050円という価格が出ておりました。えー、ということで、えー、今日は海外の売れ行き販売タイム、そして、えー、着画、えー、アイテムの詳細画像などをチェックしてまいりました。やっぱり今週は注目アイテム、バンズのスニーカー、それからテトリス、そしてあとこのバスケットボールジャージー、えー、あたりですかね。 えー、ということで、えー、着画も見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。